今日はカジサックの奥さん、嫁サックで抜いてるやつに説教したいなと思います。レペゼンタイマーが世界一。お前ら何やってんだよバカ野郎。気持ちわかるよ。もう嫁サックって言ったらさ、はっきり言って俺 YouTube で一番美人だと思う。うん、俺もめちゃくちゃタイプだ。めっちゃ美人だと思う。で、カジサックは羨ましい。でもダメだと思うよ。うん、人の奥さんで抜いちゃダメだと思うよ。お前ら分かってんのか。3年前ぐらいのさ、カジサックキングコングの動画で、カジサックが夫婦円満の秘訣はセックスだとか言ってんだよ。でその動画を見て、カジサックのチャンネルを見るとますますしこりたくなると思うんだよね。でも絶対抜いちゃダメだよ。ね、子供も出ててかわいそうじゃん。でお前らはしょうがないんだよ。もう生理的なものだから。だけどやっぱり子供が出てて YouTube ってのはそういうアダルトコンテンツじゃないんだから、お前らはもうカジサックのチャンネル、嫁サックを見るのをやめた方がいい。そうすれば抜かなくていいと思うし、そういう、気持ちにならないと思うからね。あとね、そのキングコングの動画で不倫をしたか不倫をしてないかみたいな話になってたんだけど、男と女でその浮気する可能性、不倫する可能性って変わんないんだよね。だからなんか芸人とかがよく浮気とか不倫をネタにして奥さんに怒られたみたいなことやってるけど、あんなんさ逆もありえるからね。だからそういうことも客観的な事実も考えて、まあ、嫁作が不倫してるしたことがあるかないか別として、その男女で不倫とかの確率は変わんないんだと、やってる率は変わんないんだと思って、カジサックチャンネル嫁作を見るとさらにね、お前ら多分しこりたくなると思うんだよ。だからお前らマジでカジサックのチャンネルは絶対もう二度と見んな。いいか、反省してもう AV でも何度も見るようにした方がいいと思うよ。今回は以上です。ガッシュー。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。